中学生が初めて制服着た時みたいな。よろしくお願いします。ちょっと恥ずかしそうな顔してましたけど。オリックスバファローズの黒木優太です。本日、地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅の一日駅長を務めさせていただくことになりました。一日駅長に任命します。出発進行。これ恥ずかしいですよね。あんなに来ると本当に思ってなかったので、見た瞬間ちょっと圧倒されたっす。やっぱり応援とかしてもらえたりしたんで、まあ、そういうのをしっかり還元するっていう意味で、やっぱりこういうイベントは大切なのかなっていうふうに思いました。開幕からずっと最後まで一軍にいれるように頑張ります。ありがとうございました。